さあ J リーグジャッジリプレイスタートです。今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきます。今日はおなじみのメンバーに加えましてスペシャルゲストに来ていただきました元日本代表ストライカー高木拓也さんです。高木さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今シーズン解説者としてもまた活躍されてますけれども、久しぶりに外から見るっていう J リーグはどうですか？やっぱりなんかこう細かいところを見れたりとか、より細かいプレーを見れたりとか、あとチームの特徴っていうのがなんか改めていろいろ見れて、非常にこう勉強になってますけど。高木さんは監督キャリアも長いですけれども、これまで審判に対してとか判定に対して心がけていたことなどありますか？どちらかというとみたいなことが若い監督をやってる時に、若い時には多かったですけども、はい、ある程度経験してくればうまくレフリーともうまくやっていきながら、そういうところをちょっとこう学んでもきましたけど今日は監督目線でもいろいろお話聞かせてください。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するのはこちらです。週末に行われた J1 のゲームの中から3つのシーンを選出しています。では早速見ていきましょう。まずはこちらのシーンからです。明治安田生命 J1 リーグ第12節、湘南ベルマーレ対北海道コンサドーレ札幌、後半アディショナルタイムのシーンです。湘南がコーナーキックの流れからチャンスを迎えます。こぼれ球を石原がゴール前に入れると、そのクリアボールを再び中に入れて、最後はウェリントンから岡本、右足のシュートがネットを揺らしますが、副審の旗が上がりオフサイドの判定となります。ただリプレイで見るとウェリントンがヘディングでつないだ時点で岡本がオフサイドポジションにいたようには見えず、手前にいたタリクはオフサイドポジションでしたが、相手競技者に影響を与えているようには感じられませんでした。もちろん VAR チェックも行われていましたが、 VAR の介入はなく判定はオフサイドのまま。果たしてこのオフサイドのジャッジは妥当だったのかどうか、まずはこのシーンについて議論します。というわけで、これは0対0で迎えた試合終了間際のシーンだったので、大きな話題となってますけれども、平田さん、たくさんツイートも寄せられてるみたいですね。はい、こちらは、岡本選手とタリック選手、どちらの選手のオフサイドを取ったのかと、また岡本選手が対象だった場合、肩ですねのどの位置までオフサイドの対象になるか教えてほしい、確か腕は対象にならなかったはずというようなこともいただいておりますが、まずそのツイートにもあるように、岡本選手とタリク選手どちらのオフサイドを取ったのかというのが一つまずポイントになると思うんですけれども、まずタリク選手についてちょっと検証してみましょう。タリク選手に関しては立っていた位置は明らかにオフサイドポジションだったとは思うんですけれども、そうなると問題はそのタリク選手自身が相手競技者に影響を与えていたかどうかということになります。平田さんはその点についてはどう感じましたか？今見た感じでは影響を及ぼしているようには見えなかったですけどね。はい、高木さんご覧になってどうですか、そのあたりは。僕この試合見てたんですけど、やっぱりウェリントンが触った瞬間に、岡本のところにボールが行った瞬間、札幌の選手は上げきれてないのかなというシーンには見えたんですよね。でその後オフサイドっていう判定だったんですけど、確かにタリク選手動いてますけど、ウェリントンのパスが岡本側に行ったのか、それともタリク側に行ったのかでも僕はちょっとジャッジも違うんじゃないかなと思うんですよね。ただその時に副審 のレベルでどちら側に行ったっていうのは多分分からないと思うので、だけどタリクは明らかに多分オフサイドラインにポジションにいたと思うので、やっぱりボールが前に行った瞬間はどうしても上げちゃうんじゃないかなと思うんですよね。なのでそういう意味での判断というのがタリクには着せられたんじゃないかなとは思いますけど、確かに副審の角度で見るとボールがどっちに飛んでいったのか分かりづらいかもしれないですね。はい、
アシスタントレフリーから見ると多分その深さっていうかさ距離が分かんないよね、ウェリントンとタリクで、まあ岡本の方はまだ分かるけど向こうがどのぐらいの距離ってのは分かんないと思うんですよね。でタリクがいる位置が結構あれだよね、あの札幌のディフェンダー宮沢かな、宮沢がいてでウェリントンがいてタリクがこう 2,3 メーターっていうより1メーターか 1.5 メーターぐらいのここら辺にいますよね。だからそれをどう見るかだろうね。宮沢は当然気にはなるよね、あのだってボールがあって同一視野のここに右手のここら辺にいるわけだから、まあでも間に合わないんだけどね、タリクなんか多分タリクに行っても間に合わないんだろうけど、ただあれをどう見るかっていうとこが判定の肝になるんじゃないかなと思う。あれをもう関係ないと見るのか、いややっぱりこのウェリントンがいてタリクがここにいるわけだからやっぱ関係してるよねって影響与えてるねって見るか、多分もうそこはレフリーが判断するところになっちゃうんじゃないかなっていう気がしますね。岡本はオフサイドじゃないと思う、はい。まあ、まずどちらのオフサイドを取ったのかっていうのはちょっとこれ推測でしか話はできませんけど、広島さんこれタリク選手だとしたら相手競技者に影響を与えていたかどうかどう見ますか。いや僕は全く思いませんね。与えてない。与えてないと思います、はい。これ基本的な考え方として広島さん、シュートコースを塞いだり、ゴールキーパーの視野を塞いだりとか、うん、そういうことはしてないわけじゃないですか。そうですね。そうなると影響を与えたっていうふうにはあまりならないんですか。あとはその今言ったようにそのプレーに対してこうインパクトを与えたかですね。ディフェンスの選手あるいはゴールキーパーがそのボールをプレーするためにすることに対してインパクトを与えたか、っていうことですよね。ということで言うと、まずは、ウェリントン選手ですかね、彼がヘディングせるところに対してその競りに行ったディフェンスが、オフサイドポジションにいた選手の影響で、何か影響が与えられたプレーがこう変わったというふうには私にはやっぱり思えないので、うん、そこはまずないというふうに思いますよね。なるほど。でこぼれていったボールに対して、オフサイドポジションの選手がそのボールをプレーしに行く動きはしていないので、うん、ってなるとゴールキーパーに対する影響もそれはないというふうに判断しています。なるほど、はい。まあ、そうなるとですね、今度岡本選手がオフサイドポジションだったのかどうかということになりますので、これちょっと改めて確認をしたいと思います。オフサイドラインになるのは宮澤選手の右足になると思うんですけれども、まあ、それより前に岡本選手が出ているのかどうかで、この映像だけで見るとオフサイドポジションには見えないんですけれども、はい、まずざっと私が、まあ、ノーマルでもそうなんですけど見た印象としては私もオンサイドだというふうに思いました。ただ、ヘディングを競りに行った選手の、ちょうど右足かな、後ろ足なので、うん、と岡本選手、フォワードの選手の右肩のラインがどうだったかというところになると、真横での映像がない限り 100% とは言えないというのは事実だとは思います、うん、そこをどう見るかなんですね、はい。でこれちょうどラインを 2D で引いた絵になるんですけれども、これ J リーグではあの 3D が採用されてないので、あの限界があるというのがまず一つあるんですけれども、これ岡本選手の正確なこのラインの引き方としては脇の下から下に下ろしたところが広島さんラインになるんですよね。そうですね、そこがあの、腕とその肩の境目のところになるので、そこが出てるかどうかっていう判断ですね、はい。ですからこれ岡本選手の脇の下から真下に下ろしたところと宮澤選手の右足、そうですね、そこがどっちが前に出てるかどうかっていうことになると思うんですけれども、なのであの本当にその脇の下から垂線が引けない限りは正確な位置は、うんうんうん、で言うと分からないというのが事実、うん、はい。だからあくまで目視でこれは想像というか推測しないといけないということですよね、はい。まあ、そこは難しいかなとは思うんですけれども、高木さんそういう視点で考えてもオンサイドのようにもやっぱり見えますよね。そうですね、まあ、僕も純粋に見てもオンサイドだなと思いましたけど、うん、監督からすると高木さんこのシチュエーションでなかなか受け入れるのは難しいですね、うん。まあ、やっぱりあの時間帯そのゲームシチュエーションもかなりこう湘南が残りロスタイムを含めて結構押し込んでいる状態だったので、なんか
あの勢いでこうひょっとしたら入るんじゃないかなとは思うようなぐらいの流れがあったんで、なんかああいうシーンがあるとうわーっていうのはちょっとありますよね。原さん、これは、まあ、VAR があっても、まあ、J リーグでは今 3D 導入してないということで、まあ、起こり得る可能性がある判定の一つですね、はい、そうだね。だから明らかに間違いとも言えないし、どっちでもいけるよねこれ。 でやっぱり岡本自体はオフサイド、オンサイドだと僕は思いますけどね、やっぱどう見ても。でやっぱりタリクの選手の方気になって、アシスタントレフリーはそっちを見たんだというふうに僕はやっぱり思っちゃうんですよね。でそれでまあ、それがじゃあ影響を与えてないとすれば、本当はやっぱりこうゴールで良かったかなって思うぐらいですけど、ただもう完全にとは言い切れないから、うん、VAR が入ってもやっぱり主審の判断と尊重したっていうふうになるんだろうなっていう気がしますけどね。難しさっていうところでちょっと副審の立場でお話しさせていただくと、ポジションがちょっとだけね、ハーフウェイラインの方にちょっとだけずれてるんです、うん、なので真横からではなくてちょっと斜めに見ちゃうんですよ、うんうん、となると手前の選手と、この飛んだディフェンスの選手、まあ、で特に奥のオフサイドポジションの選手に意識はいってるので、ほぼほぼ重なってるかちょっと出てるように見えてしまう感じなんですね。だディフェンスの選手がちょっと消えてしまう気味に、なのでこう出てたっていう風に見た可能性はあるというふうに思いました。そういうちょっとしたポジションのほんの、まあ、言ったら1メートルもないかもしれないズレで副審の見方って変わるというのは、はい、これ広島さん、主審と VAR の間では当然こうゴールチェックをする中で、はい、誰をオフサイドとしたとか、誰をどういう理由でオフサイドにしたとか、そういうすり合わせは会話でしてるわけですよね。それはするはずだと思いますね、そこのところは、うん、はい。でその中でこうタリク選手が影響を与えたかどうかとか、そういうことではなかったっていうことなんですかね。そうですね、そこのところは多分まあ、我々審判の中ではあそこに対してオフサイドポジションにいてて、あれの選手を取ったっていうふうには我々審判ではやっぱり思わないです、はい、そう考えるとやっぱり岡本選手のところでフラッグを上げて、もう100% のエビデンスが得られなかったっていうことなんですか。こういう判断を VAR がしたというふうにしか思えないです、まあ、3D を採用すると原さん、そんな1センチ2センチので取り消しとかしなくていいじゃんっていうファンの意見もたくさんあると思うんですよ。実際ヨーロッパでそういう事象たくさんありますし、ただないとないでこういうことが起きたりとか難しいですね。難しいね。でも真実っていうか舞台裏でどうだったか聞いてみたいね。うん。ね。うん。じゃあ広島さん、これは広島さんの見解としてはオフサイドではなかったんじゃないかということですか。私はオフサイドではないというふうに思っています。思いました。はい。なるほど。ただこうなった結論、まあ流れとしては 100% の確証エビデンスが取れなかったという理由だったんですかね。まあ、そこだと思いますね。あそこがVR が介入しなかったということであれば、はい、なるほど、分かりました。では次のシーンに行きましょう。明治安田生命 J1 リーグ第12節、セレッソ大阪対ガンバ大阪、80分のシーンです。ガンバのフリーキックの場面です。ゴール前に入れたボールはチアゴに跳ね返されますが、こぼれ球を拾った庄司、左足のシュートがペナルティーエリア内にいた加藤の右腕に当たり、ハンドで PK となります。ただ至近距離で打たれたシュートを加藤が意図的にハンドしたようには見えず、この判定については様々な意見が寄せられています。果たしてハンドの判定は妥当だったのか、続いてはこのシーンについて議論します。さあ、というわけで平畑さん、まずハンドかノーハンドかどちらでしょう。難しいですね。でもハンド取られてもしょうがないかなっていう気はしますけど、なんか今までこういろいろこの番組で勉強してきたことを考えたらハンドは厳しいかなとも思う部分は自分の中にあります。まあでも攻撃側からしたら確実にハンドってアピールするなとも思うし、これだからもう一回こう明確にというか勉強したいなっていう感じのシーンではありましたね、うん、はい。ツイッターの方はですね、
加藤選手のハンドのシーンですが、至近距離からのシュート、ボールが腕に当たった瞬間は腕は閉じているがボールの勢いで手が持っていかれていると推測されます。なぜあのシーンでハンドになるか教えてくださいというご意見もいただいております。高木さんはこういうシーンには山ほど遭遇されてきたと思いますけど、これだけを見て高木さんはハンドかどうか、どう感じましたか？僕はあの結論から言うと、いや難しい判断です。結論から僕の考え方で言えばハンドじゃないというふうに僕は思います。で、理由はその加藤選手の腕が今あの平田さんのおっしゃったように閉じてる状況でアタックに行ってますけど、最終的にはあの状態で正面に当たってれば、腕に当たってればあれハンドじゃ多分ないというふうに取ると思うんですけど、こっちで行ってそのまま体をひねってます。でひねったらどうしても開くので、その分あ多少開きはしますけど当たって上がっているような状態なので、そういうところまで含めて VAR があるんであれば後で検証は十分ピッチ上でもできると思うんですよね。なので僕としてはハンドじゃない、そうだとはシュートと守備者、まあ、守備側との距離感があまりにも近すぎて状況の中でその手は広げてないなっていうのはちょっと見て思ったので、ハンドじゃないというふうに僕は思います。これ今のルールだとハンドやっぱりちょっとこうくっつけてるとは言いながら横向いちゃうとちょっとこうここにまさに当たっちゃったんだよねって思ってて、だから俺ずっと言ってるようにだから後ろに組むしかないよねっていう話俺はあのこれは本当はハンドじゃないと思うけど、今のルールでもうくっつけてまっすぐでくっついてるかってこうなっちゃってるから、そこにここに当たっちゃったっていうのはまあ PK 取られちゃうんだろうなっていうのと、このこれだけの大一番で前半セレッソにも PK があったでしょ、うん、だからそういう時ってね、はい、やっぱ出しやすい心理がやっぱレフリーにあると思うんだよでも原さん、まあ、ありますよ、そういうレフリーの方もいます。あるよね、あのそういう心理ってやっぱりあるんだよ、はい、人間だから、前半だからそれも含めてハンドなんだろうなっていうふうに僕は思います。いや僕も試合をあのしてる時にリチームが PK もらって決めた時に、あのあこれ多分その後、うん相手にも与える可能性があるからもうボックス内気をつけろって話をした時に、あうまくやられました、うん、まあ、心理的にそういう面がもしかしたら働くところもあるかもしれませんが、まあ、このシーンに関して広島さんちょっと意見が分かれましたがどう考えたらいいんでしょうか？はい、私はハンドというふうに、判断をしています。で、今、まあ、あの高木さんも原さんもちょっとおっしゃったところで、正面でこうすればあの体の幅がは広がってないんですよね、正面に持ってくればというように。でもターンすると体の幅からこう広がる形で腕をなるので、ああそうだ、ね、はい、だからもともとこの考え方は私は審判の中にあります。ああ、はい、体の幅が広がるような形で腕を持っていったのかどうかってな、腕がそうなったのか、でこれが自然か不自然かと言われると、当然足でブロックしに行ってる時に、意識しないと手を人間の体の原理としてスイングするはずなので、体が離れるはずなんですね。なのでまあ不自然ではないと思います。ただ、その、体の幅を広げてしまったので、もう一つ、私自身がこれ強く今も思ってるんですけど、もともとこういう至近距離からのボールに対してボールが来ることを予測している、ここに来ることが分かってる、その時は選手は手に当たらない配慮をしなければいけない。そこで言うとディフェンスがああいうシュートブロック、センタリングブロックに行くときはどうやったら手に当たらないかということを考えないといけないというふうになってくるのかなというふうに。で、まあ、ヨーロッパのゲームとか見てると、だいたい選手が手を後ろに組むケースというのはシュートブロックかセンタリングのブロックのケースだと思うんです。それ以外はあの手はやっぱり動かしてると思うんですよね、自由に。なので、まあ、そういうところで私はハンド、選手にとってはかわいそうな、ディフェンスにとっては特に、ルールかなというふうには思います、はい、これ要するに広島さん、ゴールに直結する可能性のあるクロスやシュートに関してはそのボールが飛んできそうな軌道に手を置いていたりすると距離が近くてもハンドを取られてしまうということですよね。そうです、はい、でこれあの皆さんにも今一度ちょっと映像を見ていただきたいんですけれども、
このハンドを取られた加藤選手の後ろにいるチアゴ選手とダンクレー選手見てください。2人ともしっかり組んでるんですよ。違うね、これ違うね、分かりやすいね、この映像ね。そうですね、僕もこの映像を見て、外国人選手2人とも組んでるなっていうふうに思いました。で、今本当に広島さんがおっしゃったように、もう本当そういうところをしっかり指導していかないと、逆にもう VAR もあることだし、本当そういう部分ではよりそのデリケートなエリアなんで、デリケートにプレーしないといけないんだなってよく本当思います。うん、高木監督だったら、その加藤に怒ってんじゃない、こんな横向いて、こうやって、こう正面から行けみたいに言ってんじゃない。いや、怒ってるやしないですけど、やっぱり一方では身を守らないといけないっていうところもありますよね。だからそこがちょっとこう、どうなのかなと思いながらも、僕はまあ、ハンドじゃないっていうふうにちょっと言いましたけども、でもやっぱり身を守る中ではどうしてもちょっとああいう動きって出てくるので、やっぱりその前のポジショニングとか、本当にどこからシュートを打たれるかっていうところを本当に予測しながらこれからプレーしていかないといけないんだなっていうのはすごく感じますね。原さん、でもこれダンクレー選手とチアゴ選手がやっぱりお手本のようですね。お手本だね、お手本ある面お手本だなって思うし、まあやっぱり特にペナルティエリアの中では余計なね、そういうふうに PK になる余計というか、うん、そのリスクは最小限抑えるっていうのも徹底されてるなっていう、改めて感じましたね。うんうん、では広島さん、このシーンに関してはハンドでペナルティーキックとなるのは仕方ないんじゃないかということでよろしいですか。はい、私はそういうふうに判断しました。はい、なるほど、分かりました。